サー・ピーター・ティーズルあるいは単にサー・ピーターとは、イギリスの競争馬である。第8回エプソム・ダービー勝ち馬である。タネボバとしても活動した。ダービーステークスを創設した第12代ダービー、白尺、エドワード・スミス・スタンリーによって、生産、所有された。優れた、競争馬であり、デビュー戦としてダービーに出走すると、エクリプス3区のガンパウダーを破り、ダービー白尺に、 初のダービーをもたらした。ダービー後も、精力的に競争をこなし、アスコットで行われた千0ギニーの競争、ニューマーケットで10月に行われた、現在のプリンスオブウェールズステークスの前身となる、プリンスオブウェールズプレート、ブルフィンチとのマッチレースなどに勝ち、無敗で3歳児を終えた。翌春もジョッキーステークス、リッチクラレットステークス、ホーテスキューステークスに勝ちバザードを2度にわたって破った。 この年にデューク・オブ・クイーンズ・ベリーに32ポンドのハンデを与えたマッチレースで初めての敗戦を経験するも、その後は7歳の時に故障するまで走り、15戦13勝の成績を残した。多くのマッチレースやステークスに勝利し、当時の最強馬として知られていた。引退後はダービー白尺のノーズリースタッドで種ボバ入り。 その後のサー・ピーター・ティーズルは、現役時代以上の成功を収めた。4頭のエプソム・ダービー馬をはじめ、4頭のセント・レジャーステークス馬、3頭のオークス馬を排出し、1799から1802万1804から1809年の、刑事回リーディングサイヤーを獲得した。子孫は、3区のウォルトン、サー・アポールによって発展したが、その後衰退し、現在では、 完全に滅びている。だが、母方を通じてのサラブレッドへの影響力は、かなりのもので、現在のサラブレッドの祖先を15から20代ほど、遡ると、サー・ピーター・ティーズルの名がよく見られる。ありがとうございます。